皆さんこんにちは。浅草で人力車も行くラジオ DJ 関森ありさです。今日の天気は晴れ、ただいま時計の針は午後8時3分を回りました。レインボータウン FM 豊洲スタジオから生放送でお届けしています。本日も元気もりもりでお届けしていきますので1時間お付き合いください。さて皆さん、すっかり春になりましたよね。なんか浅草も普段仕事をしていてとっても暖かくなり、すごく走りやすくて、で今隅田川の桜が綺麗なんですよ。皆さん行きました？隅田川の桜。あの江戸時代の時に第8代将軍徳川吉宗が約100本の桜の種を植えたことから、今では約800から1000本ほどの桜が見られます。実は今日ですね、私昼間に浅草に用事があって、あの隅田川沿いの桜祭り行ってきたんですよ。で向こう島の桜祭りに行ってきたら、なんと芸者さんに会いました。芸者さんがおもてなしをしてくださり、でこうお団子を食べながら、あのみたらし団子を食べながら、あの桜の木の下で、あの芸者さんのおもてなしを受けたんですけども、なすごくあの楽しくて、でいやなんかこのまま時が過ぎればいいななんて思ってたら電話が鳴りまして、でえ誰から、こんな時間に誰から電話だろうと思ったら、なんと捕鯨船のオーナーの河野さんからですね、ちょっと電話があって、おいありさーっつって、今日人力車出勤かって言われて、いやあの今日今ちょっとお団子食べててって言ったら、え今日ちょっと出勤だったら、ちょっとありさにあの知り合いが人力車乗りたいって今言ってるから頼もうと思ったんだよって言われたんですけど、いやすいません今日ちょっと出勤じゃなくて、ちょっと明日だったら出勤でしたって言ったら、あそうかそうか今どこにいるんだって言われて、であ今ちょっと向こう島の桜祭りに行ってって言ったら、あじゃあ今度一緒にね料亭行こうよなんて言われて、ちょっと今度料亭行く約束なんかもできましたのであの河野さんぜひ聞いてたら、あのいつか料亭、まあ、近々ね行きましょうね。ということで、あの皆さん今浅草琴戸橋や、隅田川の桜、そして牛島神社の桜も綺麗ですので行ってみてください。そしてちょっと私事ですが、先日3月24日人力車発祥の日だったんです。5日前に人力車発祥の日でですね、その前日の3月23日に、ジェコムチャンネルに出演させていただきまして、浅草の雷門前で、ゲストとして浅草の話、人力車の話、そして天下車屋の話をさせていただきました。私たちその人力車にとあの人車車夫にとってはすごくこの日は特別な日でして、もともと明治3年の3月24日に実は浅草じゃなくて日本橋が発祥の地でして、日本橋で、3人の方が営業の開発、人力車の開発、そして営業の許可が下りたことにちなんで人車の始めたことがきっかけで、今でも、人力車をこうして続けられています。でその、3月24日人力車発祥の日ということで、私たち人力車車夫も大盛り上がりでした。私もあの今年の7月で6年目になります、ね、ぜひあのこの話を聞いて、今桜がとっても綺麗ですので来たいなーなんて思う方いましたら、浅草でお待ちしております。人力車会社天下車屋の、インスタグラムがありますので、天下に車に屋上の句、天下車屋のインスタグラムにダイレクトメッセージ、もしくは、天下車屋のホームページ記載の電話番号にお電話してくだされば、日時指定の事前指名予約もできちゃいますので、ぜひお待ちしております。そして、私浅草だけじゃないんですね、人力車引いてるの。皆さん人力車会社天下車屋、他にどこで引いてるか知ってる方いますか？はい、実はですね、兵庫県姫路で引いてるんです。姫路城の周りで、引いておりまして、
男山だったり播磨の国総社だったり姫路城の周りをご案内しております。姫路も桜の時期とっても綺麗なんですね。姫路城の周りに桜がねたくさん咲くんですので、あの皆さん関西の方は姫路城にもぜひ足を運んでみてください。実は、本日この後ちょっとゲストの方が出演されるんですが、あのそのゲストの方も実は、昨年私が夏に姫路に神社出張に行った時にご縁があった方なんです。では、この曲の後早速ゲストの方をご紹介したいと思います。近藤夏子さんの曲で白馬の王子様聴いてください。近藤夏子さんの白馬の王子様聞いていただいております。皆さん YouTube チャットも来ております。ありがとうございます。ムーンさん、ハイサイアリサさん、焼きそばかおるさんがスペゲスさんじゃないですか。今日は生ラスペシャル回、ハイサイ焼きそばかおるさん、あもうバレちゃってますね。JE さんかな、そば兄さん、ターボーターボーさん、焼きそばかおるさん、こんばんは。ターボーターボーさん、夏子さんは関西で待機中かなーっていうことで、たくさん YouTube チャット来ているんですけども、本日ハッシュタグありない、ハッシュタグ、カタカナでありないですね。で、Twitter も連携して番組の感想を受け付けておりますので、そちらもぜひ投稿してくださると嬉しいです。ということで早速ゲストの方をご紹介しましょう。本日は、スペシャルゲストの方です。シンガーソングライターの近藤夏子さんです。よろしくお願いします。近藤夏子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。すいません、ちょっと、はい、一歩いいですか、はいはい、いきなり申し訳ないんですけど、はい、ゲスト私で会ってますよね。
待って、混ざるを得ないと言いますかですね、はい、すいません、私も YouTube の方を自分が出演する前にですね、はい、確認してたんですよ。あ、すごい、レインボータウン FM さんって YouTube でも見れるんだ、すごいなってことで見させていただいてたんですけど、はい、ずっとですね、焼きそばカオルさんが映ってるのが気になっていや、私ゲストですよね今日。いや、そうですよね。でもなんかもうバレてましたね。私スペシャルゲストでリスナーに内緒ってことだったんですけど、もう7時59分のムーンさんのチャットで、はい、ハイサイ焼きそばカオルさんがスペシャルじゃないですかみたいな来てたんですよいや紹介する前内緒だったんですけど、そうなんです。そうですよね、うん、いや、なんか私も打ち合わせの段階で焼きそばカオルさんはスペシャルゲストでシークレットなのでリスナーさんにも言わないようにっていうふうに聞いてたんですけど、はい、ゴリゴリYouTube の方で見てたら映ってらっしゃいましたけど、今も黙ってるんですけど、焼きそばさんどういうつもりですかちょっと焼きそばさんね、ぜひ喋っていただきたいんですが、はい、もう喋っていいですか。はい、お願いします。僕ただ今日遊びに来ただけなんで、はい、僕全然ゲストでも何でもないんで、関森さんと、はい、近藤さんのトークを早くいやいやいやお願いします。そう、焼きそばさんはね、焼きそばさんが実はご紹介いただいたんですよ、近藤さんの。まあ、そうで、先ほど私が焼きそばさんに今日近藤さんゲストご紹介いただきありがとうございましたって言ったら、プロフィールをマネージャーさんじゃなくて焼きそばさんからちょっといただきまして、はい、本当はおかしいよ、そこら辺が全部がおかしいんですよ。本当はマネージャーさんが関森さんに送らないといけないんですけど、はい、なぜか届いていなかったらしくって、はい、僕は持ち歩いていたのを渡したんですよね。そうなんです、そうなんです。もう一個じゃあいいですか。本当ずっと質問してますけど、はい、私のプロフィールを焼きそばかおるさんが持ち歩いてるってどういう状況ですかなんかあった時人に見せるためですね、これね。ああ、そうだそうだ、私はだから、そんなプロフィールがあったんだと思ってびっくりしたんですけど、結構しっかりしてるんで、はい、ちょっと読ませていただいてもいいですか。ぜひともそのプロフィールからご紹介ください。はい、近藤夏子さん、1985年島根県生まれ、シンガーソングライター。高校卒業後大阪で本格的に音楽活動を開始、2010年にシングルリアルでごめんでメジャーデビュー、BSS 山陰放送生卵番組 ABC ラジオドッキリはっきり、三沢康史です水曜日担当、ラジオ関西クリップ月曜日出演、保育系コンテンツの制作にも力を入れており、2023年4月より大阪キリスト教短期大学客員教授に就任失礼しました。3月14日には3年半ぶりとなる新曲赤い糸をリリース。こわかわいいをテーマにしてポップなメロディに重すぎる恋愛感を乗せてあなたに届けますというしっかりしているプロフィールをいただきました。焼きそばかおるさんが持っていたプロフィール、はい、もう間違いなく全部完璧なんですけど、はい、関森さん一箇所だけいいですか、訂正させてもらって。はい、はい、なんか私間違えました。生卵、はい、バングっておっしゃったんですけど、はい、生卵バンです。あ、そうなんですね。あ、バング、あ、これバングって書いてバンなんですね。あ、失礼しました。バングって書いてバンなんですよ、はい、本当にね、すみません、いいんですよ、はい、全部サイン放送が悪いんです、ややこしい名前つけてるサイン放送言っときます、そうなんですね、言っときます、失礼しました、大変失礼しました。生卵バンですね。もう詳しく紹介してくださって誠にありがとうございます。あ、もうありがとうございます、今日来てくださって。いや、実は、うん、去年から知ってたんですよ、私は焼きそばさんの紹介で。去年姫路に出張に行った時に春菜アナウンサーが人力車のに乗ってくださったんですよ、私の。あ、はい、聞いております。私がね、はい、今ね、ラジオ関西で一緒にやらせてもらってる、クリップという番組なんですけれども、はい、そこでご一緒してる春菜優希アナウンサーが、はい、なんか人力車乗ってきたみたいな話を放送の中でも本人から聞きましたし、話聞いてます。そうなんです。で、それも去年焼きそばさんが私のラジオにゲスト出演してくださったんですね、7月ぐらいに。で、その時に、うんうん、姫路の出身のアナウンサーでなんか面白い方がいるから、ぜひ関森さんの人力車に乗るの、乗るようにちょっとご紹介したいってことで、で、うん、春菜アナウンサー
って教えていただいて、で私春のアナウンサー調べて、はい、もうぜひぜひってもうご予定が合えばって言ってて、春のアナウンサーがなんか木曜日かなんかに来るって言ってたんですよ。で私もその木曜日か、うん、あじゃあ分かりましたって木曜日に来るかなと思ってたら月曜日に来てく、なんか月曜日かな日曜日かに来てくださって、違う曜日に来てくださって、最初分からなくてちょっと私服で来てちょっと変装した感じだったんで分からなくて、うん、で、あー春菜奈さんみたいな感じになって乗ってくださって、で焼きそばさんの話しながら乗ってくださり、その後にクリップでご紹介してくださって、はいはい、で、その春菜アナウンサーが関森さんって知ってますかって近藤さんに言ったら、まあ、絶対知らないのかなと思ったんですけど、近藤さんが知らないですって言って、その時からのそうご縁だったんで、はい、こうやって今共演半年後できれば嬉しいです。そう、今の流れの最後のオチ的には、私が知らないですって言ったのを根に持ってるって話ですかっていうことで、いやいやいや、そっちタイプのパーソナリティさんってことですか、あのゲストに噛みついてくるタイプってことで間違いないですかそんなことはないですけどあでもそう、でもあ知らないんだと思って、まあ、でもいつかちょっとそこにたどり着きたいなと思ってましたね。うん、でも関森さん、はいはい、あれなんですよ、はいはい、別に自分で自分のことをかばうわけでもなんでもないんですけど、はい、私弾くぐらいラジオ聞かないんですよ。あ、そうなんですね。全く聞かなくて、はいはい、そもそも1年前では、はい、ラジコすら開いたことないぐらいラジオ聞かなかったですし、ラジオの聞き方を知らなかったですし、お家でなんかチャンネルを合わすとか、そういう、まあ、それこそ学生時代とか、うん、なんかみんなが通ってたようなラジオの聞き方も全くしてなくて、はいはい、でパーソナリティさんのことを知らないっていうのは結構もうだから関森さんだから知らないとか、うん、そういうので全くなくて、もうほとんどの人のこと知らないです。へえ、そうなんです、そうなんです、そうなんですね。でね、今焼きそばさんから春菜さんのちょっと印象春菜さんの印象のちょっとカンペが来たんですけども、春菜さん、ちょっと待って、そこで、ちょっと待って今の逃さへんよ。え、ちょっと待って、そこで焼きそばかおる氏が何ですか、家事とって、人力車引いてるの焼きそばかおるってこと、そっちで。あ、そう、焼きそばさんがね、いろいろちょっと裏で動いてくださってます。ちょっとカンペ出してんのかよ、面白くなってきたぜ。じゃあお願いします。あ、見えた今ちらっと見えたよ。なんで春菜さんの印象はってきてます。あ、じゃあ、まあ、全く私としては春菜くんの印象興味ないですけど、一回聞いときますよ。どうですか春菜さん、どうでした。いやー、でも最初すごい静かな方だと思ったんですよね、私。うん、そう、静かな方だなと思って、自転車乗ってる時も結構静かな方で、最初喋らなかったんで、あまりで私が結構ガンガン喋ってて、で後でクリップ聞いたら、いや全然喋ってると思って、うん、なんかイメージ変わりましたね、ラジオの時と普段の時と。あ、そうなんだ。じゃあ、うん、普段はちょっとおとなしかったですね。それで言うと、今春菜さんのお話をしてくださったんですが、はい、普段の春菜勇気を私が知らないので、ちょっと何のコメントもできないという申し訳なさがすごいんですけど、普段しゃべるとかしゃべらないとかすら知らないんですよ。はい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 、だからびっくりしました。あ、そうなんですね。そう、なんか、あ、そうなんだ。そうで、あ、で結構メモを取ってくださって、でもそう、自転車乗ってる時にすごい細かくメモ取ってくださって、それがなんかでも印象的ですね、うん、あ、そういう人なんで、あ、ただもう今思い出しました。今ちょっと一個思い出したんですけど、なんかいろいろ聞いてくださって、で私なんかそのカルナさんのことに関して全部答えて、一軸でなんか私の番組名とかも全部答えたんですけど、カルナさんが番組、なんか近藤さんとのラジオで後日全部合ってたんですけど、一個なんか私の番組を近藤さんが聞いた時に、あ、番組名はみたいな感じで、そこだけ春菜さんが覚えてなかったって、ちょっと悲しかったトータルして分かったんですけど、やっぱ根に持つタイプでいらっしゃるんですね全体的に今話の流れが、近藤が私のこと知らなかったとか、春菜さんが私の番組の名前を覚えてなかったとか結果のすごく、あ、根に持つタイプの女性なんだっていう印象で今のところ終わってますけど大丈夫ですか
はい、そうですね、ちょっと悲しかったです。いや、そうですよね、それはちょっともう私もですし、あの春菜も、私が春菜に代わって謝ります。本当申し訳ございませんでした。いや、もう春菜さん、ぜひ春菜さんにもね、遊びに来てほしいんですけどね、レインボータウン FM に。あ、でも FM とかどうなんですかね、彼が出るかどうかわからないですけど、なんか今 YouTube の方とかのチャットとかもガンガン動いてて、見させてもらってたら、なんかあの、はい、先森なんていうのかちょっとわかんないから、先森麦笛さんですね、麦笛さんっていうのですね、なつこさん今日もガンガンだなとか言ってくださってますけど、あとターボーさんもなつこさんいいツッコミとか言ってくださってますけど、全然こんなのまだガンガン言ってないですし、はい、全然本領を発揮してないんで、皆さんまだまだ私のこと分かってないなってぐらいの感じですけどね、ありがたいですね、本当にずっとコメントも動いててありがたいですね。あ、本当に、ピッツさんから、春菜さんも姫路出身ですもんねって来てますね。うん、あ、春菜くん姫路出身、あ、そうなんですね。姫路出身ですね、春菜さん。うん、うん。あ、知らなかったですか？私ちょっとあんまり興味がないことの記憶がすごい薄い。そうなんですよね、本当。で、ちなみになんですけど、はい、あのきっとあの私の左上に残り時間7分とかって出てるんですけど、はいはいはい、こうやって私残り時間7分でなんか消滅する感じなんですか、ね、そうなんですか。あ、ズームあれかな。ちなみにあの、はい、今あのツイッターの方で見ていたら、はい、あの JE さんがあの、はい、無料のオンライン会議はあと10分で消えますって言ってるんですけど、あのここら辺はレインボータウン FM さん、はい、どういう処理をしていくつもりなのかなという形で。そうです。あ、でも間に1曲近藤夏子さんの赤い糸が入ってるのでこの時に多分ちょっと調整をめっちゃおもろい。あ、私の楽曲つなぎの時に一旦ズームを切ってつなぎ直してやってこうぜみたいな。多分やってそうですよね。つなぎのために私の新曲かけるみたいなことですね。多分あと6分で、そう、あと5分なんですよ。ちょうどあと5分で無料の、はい。ね、インボータウン FM がざわついてるのがこっちからすごくわかるんですけど、大丈夫ですか？大丈夫ですよね。大丈夫です。あ、大丈夫ですか？大丈夫ですか？あ、もうお任せします。大丈夫ですよね。そうですね、そこで一回やれば有料にはならない気がするんで、多分大丈夫。有料は避けましょう。そう、お互いね、有料は避けてやっていきましょう。つなぎの部分で、そうですね、無料でやっていければと思うんで、はい。めちゃくちゃ、そう、レインボータウン、はいはいはい、始まる前に、はい、あの今日硬いよとかってあのディレクターさんから指示を出されてるのとかも私実はちょっと全部聞こえてたんですが、はいはい、関村さん硬いんですか今日硬いんですかね。ちょっと最初の方の喋りがちょっと硬かったかもしれないですめっちゃ可愛い。ちょっと緊張してましたね今日。緊張しないでくださいよ。もう私楽しみにしたので、今もうすでにだいぶ大笑いしてますけどすごく楽しませてもらってるので。嬉しい。あ、そういえば、そうなんですよ。昨年、クリップで、私のご紹介してくださったときに、後輩の、高見くんって子が春菜アナウンサーのファンって言ってて、はい。でも近藤さんのファンでもあって、実は。今日聞くって言ってました。はい、なんか、去年のクリップで、もう近藤さん覚えてないかもしれないですけど、なんか、最後、高見みたいに言ってたんですよ。おい、高見みたいな。言ってて、多分近藤さん絶対覚えてないと思うんですけど、その子が、そう、それからずっと夢に、目がけて追いかけてて、で、近藤さんゲストって言ったらめっちゃ喜んでて、姫路の子なんで、その子聞くって言ってたんで。覚えてますよ。あ、覚えてる。春菜くんよりも後輩ですよね。はい、ああ、そうです。全然私より下、21ぐらいの子です、ね。多分その方あのラジカン祭り、ラジオ関西のお祭りにも来てくださって。そうです、来てました。ちょっと何でもかんでも忘れてると思わないでください。意外と覚えてるんですよ。直接お会いしたりするととか、こうやって今日もそうですけど、あのちゃんとお話しさせてもらったら絶対覚えてるタイプなんで、その記憶力エグいんで、そこは任せてください。その子はぜひ今日聞いてるみたいなんで、はい、なんか言った方がいい。高見で合ってますよね。あ、合ってます。高見ありがとう。いや、何させてんねん何個人的に誰に何を、私はありがとう言わせられてるんですか
びっくりしますよ。高見くん聞いてたら YouTube チャット送ってくださいね。本当ですね、うん、チャットで参加してください、はい、お待ちしてます。あ、そう、いろいろ、あ、来てますね。酒森さんかね、先日のラジオのノリからテンションが高い高いって来てますね。テンション高いんや、うん、あと、あ、近藤さん興味ある人います？興味ある人、はい、すんごいざっくり聞いてますけど、それ間違いなく焼きそばかおるさんのカンペで今言わさせられてますね。カンペです。はい。興味あるってどういう意味の興味あるなんですか？どういうやつ？ラジオ好きな芸能人。好きな芸能人。あ、私聞きたい。それ聞きたいです。好きな芸能人。佐藤健です。ああ、そこは普通なんですね。それで。なんかもうちょっとあれかと思ってました。関西のノリだから。もうちょっとなんか。誰だとか思ってたんですか？なんかお笑い芸人さんの誰かかなと思って。なんかママタルトさんとか。はいはいはい、でそういうタイプの答えする人好きじゃなくて、そのもっとみんな王道に絶対好きな人、例えば佐藤健とかって、はいはいはい、ちゃんと言う人好きなはずなのに、そこを透かして、はい、なんかヤバくの野生爆弾クッキーさんですね、はいはい、とかっていうタイプの人を否定してきてるタイプなんで、あの普通にストレートに佐藤健さんですね。え、じゃあ犬と佐藤健さんどっちの方が好きですか？あんちゃん、うん、まあ、うちのあんちゃんのこと今犬って言いました、関村さん。あ、犬はダメなんですね。うちのあんちゃんのこと犬って言いました。ちょっと犬かなと。普通にスイッチ一発で私あのここから退場できるんですけど、大丈夫です。そんな言い方しない。はい、あのうちのあんちゃんと佐藤健さんだったらもう 200% であんちゃんです。あ、そうなんですね。待って、すんごい冷めてるんですけど、そっちタイプ？どっちタイプの人？犬って全部犬って思うタイプの人でいらっしゃるんですか？いや、だから佐藤健さんかなと思ったんで、今一瞬。あ、全然、それは本当にガンちゃんですね。ガンちゃんさんからね、生田斗真じゃないんかいってきてますね。あ、そう、生田斗真さんね、ずっと好きだったんですけど、まあ、ご結婚されましたので、常に私は既婚者の方には興味が全くないので、はい。そこはってことですね。じゃあ、今佐藤健のやつでやらせてもらってます。はい、あの、あんちゃんの話を聞いたところで、ちょっとズームが切れちゃうので、ちょっと曲を一旦挟んでも大丈夫ですか？そこなんですよ。ね、はい、レインボータウン F さん、いろいろしっかりしてください、これ。ズーム切れるから新曲かけますね、じゃないんですよ。ほんまにズーム切れるやん。はい、新曲かけて、じゃあかけてくださいね。かけてる間、一回ズームを切りますからね。はい。じゃあ、曲振りをお願いします。ました。3月14日に3年半ぶりにデジタルリリースさせてもらいました。近藤夏子のめちゃくちゃ重たい女の気持ちをポップに歌っている曲です。赤い糸。
近藤夏子さんで赤い糸でした。はい、今ズームをつないでいるんですけども、近藤夏子さん、あ、音が聞こえないのでちょっとお待ちくださいね。こういうのやっぱりね、コミュニティ FM だからよくあるんですよ。ちょっと待ってくださいね。音が聞こえない、うん、音が聞こえないようなので、ちょっと焼きそばさん、お話ししていただいてもよろしいですか。なんでつながってない。あ、このつながってない状況です。はい、この間ちょっと YouTube をあ、チャットを拾って、チャットを拾ってくださいってことで行きますので、焼きそばさんちょっとチャットを話していただいてもよろしいですか。ですね、はい、ちょっとぜひ近藤さんにまつわる、はいはい、メッセージをお願いしたんですが、ほとんど焼きそばさんばっかりメッセージが流れてて、あやさんと夏子さんのトークまともにまとめられるのは焼きそばかおるさんしかいませんって書いてますけど、今どうなってるかと言いますと、はい、状況はですね、ズームを近藤夏子さんつなぎ直しまして、で画面、近藤さんの画面は映っているんですが、どうやら音声が聞こえていないということですね。で、関森さんが今、スマートフォンを見ながら、スマートフォンを縦にしたり横にしたりしながら、これってどういうことかしらって言いながらスマートフォンを操作しております。その間に僕がずっと喋っているという感じなんですけども、さあどうなんでしょうね、これね、これはどうなんでしょうね。そうですね、まだ解決ができていなく、ちょっと誰か近藤さんには僕らの声は聞こえてるんですかね。いや、聞こえ、そちらのオーディオが接続されておりませんっていうので来ました。で、電話に切り替えます。あ、ちょっとお待ちくださいね。さあ、困りましたね。はい、ちょっとまだお待ちください、うん。まあ、ズームあるあるですよね、ガンちゃんのズームあるあると。ズームあるある。夏子さんのズームは狙ってるのかというムーン水野さんね、高野豆腐空海さんは生放送って感じですねということですね。それから、これ丸井さんかな、丸井さんかな、臨場感あふれる現場、まあ、これは本当の県域放送だったらありえない話なんですけど、そうですね、僕こんなにバタバタしてる現場初めて来ましたね、これね。はい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 、はい、すごい笑ってますね今。近藤さん笑ってる。近藤さんもだからそうか、なるほど、お、わかりました。あ、これでできるかな。あ、ちょっと今もしかしたら繋がるかもしれないということですので、近藤さん、あ、ダメですね。ダメだ、今ミュートをミーティング設定でミュートをですね。さあ今、あ、石野さん入ってますね。 ABC ラジオの石野さん入っちゃいます。これで生放送で書いてあるんですが、はい、ちょっと待ってくださいね。本当あってはいけないことなんですよこれね、はい、ちょっとすごい今近藤さん笑ってるんですけども、はい、じゃあ近藤さんはですね、はい、今そのあんちゃんを膝に抱えている感じではあるんですか。ちょっとこっち画面見れないですか。今ですね、ちょっとあんちゃんと笑いながら笑っておりまして、その間にありないのツイッターを、読ませていただきます。赤い糸の間は焼きそばさんお楽しみくださいガンちゃん。その後オーディオ接続失敗していますよそちらがっていうね、ツイッターでこの夏子さん自身がオーディオ接続、私自身が失敗してんのかなそれっていうのね、ありない。スラッシュアッパーさん、ズーム有料プランじゃないんかいって来てる。さっき、はい、打ち合わせが終わった後で、はいはい、そのままつなぎっぱなしだったのを見てちょっと嫌な予感をしたこれ40分過ぎるよなとか思いながら僕見てたんですけど、ズームって無料と有料あったんですね知らなくて。ちなみにですね、40分、はい、無料プランだと1回40分までです。で1回切れます。あ、来ました、来ました、やっと来た。いや、お待たせしました。はいはい、そのままつなぎっぱなしだったのを見てちょっと嫌だよ顔したこれ40分過ぎるよなって。あ、違う、あ、違ったっぽいですね。あ、つながってない、つながってない、ね、さっきのが。さて、これはあれですよ、はい、皆さんあれですよ、あ、行けました、来ました、あ、来ました、あ、つながった、つながった、つながりました、皆さんお待たせしました。つながりました、皆さんお待たせしましたじゃないんですよ、はい、ちょっと
っと5分ぐらい、ね、5分ぐらいちょっと、はい、そんなことなかなかないですよずっと爆笑してたもん。え、ちょっと待って、生放送中に私ずっとなんか繋がれオーディオ接続失敗しましたの表示ばっかり見せられてですねこれコミュニティ FM だからこそですよね、このちょっとですね、いやもう最高の空間でしたよ、はい、もうしかもなんか YouTube のチャットの方でもみんながなんか、はい、なっちゃん繋がらないとか言ってめっちゃ騒いでるし、そうなんかすごいな、これぞ生ら受けるってきてますね、なっちゃんお帰りなさいってきて、あ、皆さんすいません、5分ぐらいちょっとロスがあって、全然赤い糸じゃ足りなかったですね、私の赤い糸がちょっと短すぎましたね、もっと長い曲くればよかったです、私のせいです、ごめんなさい。そう、曲のちょっとねお話をさせていただきたいんですけども、はい、この赤い糸という曲ですね、約3年半ぶりのリリースとなる今回の楽曲、はい、赤い糸はこわかわいいがテーマで、女の子の思いをポップに届ける楽曲ですということで、はい、はい、それ、これも焼きそばさんからいただいた情報なんですけども、合ってますか？あ、合ってます。はい、合ってますね。合ってますよ。楽曲聞いてくださってないんですか？今聞かせていただきました。でも、ちょっとそれよりも、Zoom の処理にですね、集中しちゃって、ちょっと曲が入ってこなくて。はい。じゃゲストを迎える前に楽曲とか聞いてくださらないタイプなんですか、関森さん。ちょっとだけ聞かせていただきましたよ、はい、ゲストに向かうときも、あ、そっちタイプ、ゲストに向かうときもちょっとしか聞かないタイプでいらっしゃるんですね。ちょっとですね、昨日いやマネージャーさんからちょっとダウンロード、あ、マネージャーさんがいただいたんですよ、曲を。でいただいたときに、それがちょっと文字化けしちゃってて、はい、で、そうですね、それをちょっと編集するので結構大変で、そうなんですよ。で、それでですね、ちょっとそれもさっき文字化けを直したばっかりでだったんです。そうなんです。はい、あ、それはじゃあ残念でした。じゃあ聞いてもらえてないって。あ、でも今聞きました。お、こわかわいい歌詞には一応なってるので、よかったら全然どこのダウンロードサイトでも聞けるので聞いていただけたら嬉しいなと思います。これを機に私の曲も聞いてやってください。あ、もう聞きます。約3年半ぶりの思い糸ですもんね。重い赤い糸。そうですね。ですもんね。もういろいろ事件が起こりすぎてパニックになっていらっしゃって申し訳ない。そうです。じゃあ楽曲のお話させていただけるとなると、本当に重たい女の子の気持ちを歌った曲になっていまして、はい、まあ、ポップに歌ってるんですが、赤い糸なんて。目に見えへんねんから、そんなもんよりも重たい、こっち鎖でつながせてもらっていいですかっていう。ちょっと焼きそばさんから今カンペが来まして、ちゃんと聞かないと近藤さんからボコられますって来てます。あ、そうですね、軽くボコりには行きたいなと思ってますけれども、違うんですよ、別にね、楽曲聞く聞かないはパーソナリティさんの自由で、私全然いいと思うんですけど、全然いいと思うんです、それは全然いいと思うんですけど、はい、直前ブログだけ見て、ブログの情報だけ集めて、なんかこうトークされるパーソナリティさんとかも結構いらっしゃるので、聞いてませんってはっきり言われるのはすごい私逆に好きでした。あ、ありがとうございます、はい、ちょっと、あ、近藤さん目が笑ってないですって来てます、焼きそばさんからいや、じゃあ珍しいタイプだと思って、なんかアーティストさん迎える時、この私でも結構ちゃんと楽曲は聞くんで、結構人に興味持たない私でもゲストさん迎えるときは必ず楽曲だけ聴くようにしてたから、意外やなと思って、えってなったぐらいで、全然目は笑ってます、大丈夫です。怒ってないですか？怒ってないですよ、全然大丈夫ですよあ、来てます。あ、おいおいさんからね、この会話面白すぎて腹筋痛いって来てますねそれはよかったあとね、直弘さん、なんかわかんないけど頑張れしか言えないってきてます。どっちにでしょうね、どっちに言ってるのかなあと、あ、ガンちゃんさん、ボコス出たってきてます。そうですね、ボコスは私の結構言葉であって、うん、ボコボコにするっていうのを動詞にしてボコスっていう形にはやらせてもらってるんですけど、
あ、なんかですね、ちょっともう一つちょっと今カンペが出そうなんですけども、うん、お詫びに関森さんの他の番組でも赤い糸をかけましょう。あ、ぜひぜひ。ありがとうございます。ぜひ、もちろんです。他の番組でかけてもらった時でね、2回目を聞いてもらえるということなので、はい、今回が1回目、その次の他の番組でかける時が2回目ということで、ぜひとも赤い糸を聞いてやってください。ぜひぜひ聞きます。あの PV は、PV もすごくなんかあれですよね、載ってるんですよね、 YouTube に載ってますもんね。載ってないです。 あれ PV 載ってないんですね。あ、この曲あの PV はないですね。あの 歌詞だけが載ってる YouTube には曲は上がってますけど、あの PV はないです、ね。あ、わかりました。 PV はないということで。え、今生放送やってますこれ。やってますって言うさ、これ NG 集集めてる番組じゃないですよ、ね、今なんか放送事故あ、大丈夫。あの、番組聞いてんじゃないですよ、これ。そう、私ちょっとですね、今思いついた、今思い出したんですけど、近藤さんのそもそも NG 聞いてなかったんですよね。近藤さんの NG ですか。今直前に関森さんがやってたことが全部 NG です。なるほど。じゃあ PV は載ってないということで、あ、リリックビデオかなってきてますね、はい、YouTube はリリックだけのやつって、ブンブン丸さんから、はい、歌詞だけ載ってるリリックで、あの動いていくのは YouTube には上がってます、ファンの方々が皆さんすごいフォローしてくださって、 YouTube のチャットコメント見させてもらってます。皆さんありがとうございます。あ、皆さんありがとうございます。JE さんからリリックビデオじゃんって、パルパパさんちゃんと調べようや、すいません、ちょっとあの載ってるのかなと思ってました。ちょっとあの大体こう歌手の方が来られると PV もっていう話をしてたんで、ちょっとそのノリで今 PV が載ってるのかなって思っちゃって、これはかけます。はい、すいません、なんか PV 作らなくて。いやもうあのすごいこの絵が可愛いので、赤い糸という、あ、絵じゃなくて私の写真なんですけど、それ、あー、この写真ですね。この写真ありがとうございます、はい、褒めていただいて、いえ泣けなしの褒めをいただいて嬉しいです。いや全然泣けなしじゃなくて、鎖のところに近藤さんがいるやつですよね、はいはい、そうです、はい、あのごつい鎖でつなぎ止めるっていう歌詞になってるので、ね、うん、赤い糸じゃなくてっていうので、あの表紙がジャケットが鎖で、私が鎖の一部になってるっていうジャケットになってます。すごいなんか素敵な感じの写真で、はい、あのありがとうございます。またカンペが、まだですね。あ、チャットもね、来て、何やってんのマジで何やってんのこの番組、めちゃくちゃ面白いんだけど。このチャットも来ています。はい、絶対、あ、適度に適当すぎるって来てますね。チャットね、いっぱい来てますね。チャットいっぱい来てますね。あけさんかな？ほんまラジオ放送中っていうのもね、来てますね。ね、私もね、そう思いながら今やってますけど、はい、これちなみに、チャットの人にも来てるんですけど、はい、後でも動画でも見れるのっていうことなんですけど、アーカイブ残んないんですよね。アーカイブは、なんか、大きく、長いので、残るので、探していただかないとちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、今日明日であれば一応、まあなんか近藤さんって番組では残んないんですけども、こう大枠で本当に1日って感じで、はい、杉浦さんいいですか、あの近藤さんっていう番組は今一回もやってないんですよ。なので、はいはいはい、近藤さんっていう番組は多分最初からない、この番、今私が出てる番組って水曜スペシャルだと思って出てるんですけど、近藤さんっていう番組に変わったんですか。あ、これから解明しても大丈夫。めっちゃ面白い。ありがとうございます。はい、これからじゃあ近藤さんでお願いします。そうですよ。で、そのアーカイブが YouTube 動画で一応残るので、はい、なんでもし、はい、その YouTube 大枠で残るので、なので、うん、
その近藤さんだけの番組じゃなくて一日全体で残るので、はい、今日の日付の番組でちょっと探していただけたら一応 YouTube で残ります。わかりました。いやで、ね、これねもしかしたらもう一回見たいっていう方とかもう一回聞きたいという方もいらっしゃるかもしれない質問だったので解決できてよかったです。ぜひぜひ。いやなんか本当にあっという間なんですけども時間、はい、あ近藤さん関森さんいかがでしたかって来てます。どうでしたか。あ、はい、私が、あ、はい、関森さんいかがでしたかって。関森さんですか、はい、すごいあのお茶目であのチャーミングな面白い方だなと思いました。思ってますか、はい、本当に思ってます思ってます、はい、とっても思ってあのつかみどころがなく終わったなって正直思ってますそうですねちょっとそうあの私ももうちょっと調べればよかったなっていうのはちょっと今後悔をしました。はい、逆に関森さんはどういう気持ちというかどういうおつもりなのかなっていうのを今聞きたいですけどね。今ですねちょっと反省の気分です。こう歌手の全員の方にやっぱ PV っていうのを言っちゃいけないなって思ったのと、あとはズームをちょっと有料に変えようかなっていうのちょっと今日の反省点ですね。もう本当そうですね本当に全然もう根本的なお話いいかなと思いますよ。はい。ということで、いや本当に面白かったです。うん、なんか、はい、本当に私もなんかいろいろズームが切れちゃったことも含めて、はいはい、本当に今ラジオやってるよねって初めて、本当に生放送のラジオとかいっぱいやってきたんですけど、はい、初めてラジオやりながらこれって放送事故ってやつかって思いながらラジオやりました今日。そうですよね。なんか私もちょっとこんなに、はい、そうですね。近藤さんとこういうラジオになると思ってなかったので、なんか予想以上に意外と距離は縮められたかなと。違います。違います。すっごいいろいろ私も選択肢を用意してきたんですけど、全然あの予定になかった選択肢を出してこないと難しくなってしまった放送やったから、なんかすいません。いや。この土俵に立ってしまうことになってしまって、本当たくさん用意してたんですよ。用意してたんですけど、まさかのこっちの一番奥にあった選択肢でピーマさんとあの初めてのトークになったので、はい、なかなか他のラジオでは経験できない経験を私もさせていただいたのでとても楽しかったです。いやありがとうございます。あ、最後に赤い糸の情報と告知をということで、はい、ありがとうございます。はい、お願いします。3月4日にですね、デジタルリリースをしました赤い糸という曲なので、ぜひとも皆さんダウンロードしていただきたいと思います。あの、赤い糸から続けて4ヶ月連続リリースっていうことなので、3月が赤い糸、4月、5月、6月とデジタルリリース続くので、ぜひともあの聞いてもらって、5月19日には大阪の方でワンマンライブが決定していますし、6月は横浜でライブとか、もうとにかく今4月もだし、いろんなスケジュール決まっていて、たくさん歌うとこがあるので、全部SNS ホームページチェックしてもらえたら、あの皆さんにも知ってもらえると思いますので、そちらチェックお願いします。はい、あとですね、ラジオ関西で、春菜さんと金麗の特番のことについても、はい、ありがとうございます、はい、こちらの告知もじゃあさせていただきます。4月4日の火曜日の夜何時からだったかちょっと忘れましたが、はい、7時らしい。何時ですか。7時。焼きそばさんありがとうございます。夜7時から2時間の生放送番組で、これあのリスナーさんと電話をつなぎまくるという番組になる予定なので、金麗さんとのコラボであの春菜くんと一緒に生放送2時間やりますので、ぜひともあの皆さん聞いていただいて電話つないでってことなんで、もしあの関村さんよかったら取り返したければ、 そこに電話つなぐっていう、あ、電話できないですね私も。あ、全然今日のなんか別にいいですよ。今日のなんかあの放送で満足されてるのであればあれですけど、もし取り組みたいものが何かあの思い浮かんでるのがいらっしゃればメール送ってくださったら、もしかしたら採用されるかもしれません。あ、ラジオ関西にのクリップにメールを送る形で。はい、メール送ってもらって、メカウキっていうコーナーがあって、目から鱗っていうコーナーあるんで、はいはい、あのそこに参加してもらう感じなので、豆知識を関森さんの、ま、それこそ社保されてるので人力車の豆知識なんかをこう言ってもらって、はいはい、電話つなぐみたいなことですかね、してもらえたら、もしかしたら取り戻せるか、もっと墓穴掘るか、どっちかの結果になると思いますが、はい、全然つないでもらっても構いませんので参加してください。あ、参加したいです。かわいい。
ぜひぜひぜひ、もしお時間あれば、はい、あのリスナーさんも皆さん、あの今聞いておられる方も興味がある方は、あのどんどんメールください。あのもう2時間中ずっと電話つなぐ予定なんで、あ皆さんもねぜひ電話したいって言ってるので、はい、よろしくお願いします、はい、もうすぐちょっと終わっちゃうんですが、この番組最後に近例のつけそばをぜひ食べるから、食べながらどうですかってことです。近例のつけそばを食べながら、どういうこと、焼きそばさん、ちょっとあの、はい、責任取ってください。カンペ出しての焼きそばさんですよ。どういうことですか。要するに ラジオ関西の特番は近例のつけそばを食べながら、それを写真にアップしながらだとみんな楽しめますねっていうことですね。ねえ、ラジオ関西ってか金麗さんとズブズブなんですか、焼きそばさん。いや、ぜひともあの皆さん、新商品つけそば、私金麗さんの PR 大使も今やってますので、会っていただいて、はい、つけそば食べない。ぜひ関森さんもつけそば食べながらラジオ聞いてもらうか、電話で参加してもらうか、特番4月4日夜、7時から2時間ぜひ聞いてください。聞きたいです。4月4日ですね、夜7時から。ありがとうございます。ありがとうございます。もうお時間なんですけども、うん、はい、今日は来てくださって、ズームで出演してくださって、はい、ちょっと途中放送事故もありましたけど、ありがとうございました。ありがとうございました。あのちゃんとあのチャットの方でメカウロの情報として、無料ズームは途中で切れるっていうメカウロ案来てるので、もしよかったらそれを使ってもらっても構いませんので、あのぜひともまたこれからも絡んできてください、番組にも。はい、ぜひ絡みたいと思いますし、今日すごく、はい、距離が縮んだと思うので、これからももっともっと距離を縮めていけたらいいと思っていますので、今度、ご飯でも行きましょう。嘘や、不安やわ。私まだ関森さんと二人のご飯不安やわ。でも誘ってくださった勇気だけは買いたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。ぜひ、はい、姫路でね、美味しいね、アーモンドトーストでも、はい。わかりました。食べたいです。私が行かなあかんのや。ああ、いい、ぜひぜひ、こちらにも来てください。わかりました。了解です。ということで、本日来てくださり、ありがとうございました。本日、ありがとうございました。本日のゲストは、シンガーソングライターの近藤夏子さんでした。ありがとうございます。この番組は、ありがとうございます。この番組は、レインボータウン FM 豊洲スタジオより、人力車も行くラジオ DJ 関森有沙が生放送でお届けしてまいりました。焼きそばさん、そして近藤さん、そして皆さん、1時間お付き合いくださり、ありがとうございました。バイバーイ。近藤さん、バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。